チャオ、プリンスコーです。タロットの小アルカナは、大アルカナの象徴的なものと違って、我々の生活にとてもコミットしたものです。ですので、とても、読解がしやすいと思いますので、ぜひやっていきましょう。今日はこのカップの、6について、姫のこの心境の変化について、述べたいと思います。そうですね、前回姫、ちょっと残念なことになってしまいましたけれども、愛についてカップのエース一番最初に彼女は愛について愛を全うしよう愛を大事にしてこれからやっていこうというピュアな気持ちでいましたけれどもその気持ちを取り戻したいと常日頃考えていました。それで姫はですね自分の生まれ育った村へちょっとお忍びで旅に出ます。で自分の生まれ育った村でですねこう見ていますと、森で小さい男の子と女の子、これはちょっと兄弟ではないと思われます。でその小さい男の子と女の子が、最初女の子が男の子にこうお花を 2,3 束こう摘んだものをはいと渡している。でその男の子は、とっても喜んで、今度はその男の子が、野に入っていって花を摘んできて最初にもらったお花よりもさらに多くのお花を、その小さい女の子に入って渡す。で、そのもらった女の子はまたとっても嬉しそうな顔をしてまた野に入っていって今度はまたさらにもっと多くの花を摘んできて男の子に入って渡している。これがずっと繰り返されてて、お互い男の子も女の子も純粋に相手に喜んでもらいたいためにたくさんのお花をこう摘んできてはいはいという形で渡しているんですけれども、その時姫はその光景を見て思い出しました。愛というのはやはり自分の苦労を厭わずに純粋に相手のこと相手が喜ぶ相手のためを思うのが一番の愛ではないか。こう何か見返りを求めたり打算的なものが入ってしまうのは純粋な愛ではないのではないかと気がつかされました。これはちょうどそのカップのエースで自分が純粋な愛に生きようと決心した時の気持ちを忘れていたものが思い出されたような瞬間かもしれません。姫はこの時愛について最初からやり直そうというような決心を行いました。これが逆位置になりますとそうですねちょっと過去の思い出にとらわれやすい。この時もし姫がそのようなピュアな気持ちでこの小さな男の子、女の子を見ていなかった場合、小さい子も愛なんてそんなものはまだ芽生えてない。そんなのはただ単にお互い相手より花を多く持ってきた方が勝ちっていうような、ただのそういうゲームを行っていたに過ぎないっていうような否定的な見方で、その男の子と女の子の営みを眺めていたというような状態です。つまり気づきがないような状態ですね。そういった思い出、過去の教訓、自分自身ずっと通ってきた道を顧みない、そこから何も学ばないような姿勢がカップの6の逆に現れてんだと思います。そうですね、彼女自身、ピュアな愛を取り戻す、ピュアな気持ちの、自分のその損得感情なしで、動けるような本当の愛、気がつきつつある状態であると思います。このように皆様ストーリー仕立てでこの解説を行っておりますので皆様のチャンネル登録は僕のとてもものすごい励みになりますのでぜひお願いいたします。それでは皆様チャオ。